シャーマンキングとなった僕はかつてこう言った。残された時間の中でお前たちがどう地上を変えるのか少しの間見守ってやるだけだ。シャーマンファイトから十数年、親はどっちも行方不明、父ちゃんから譲り受けた持ち霊の阿弥陀丸もオーバーソウルの力も使い道がなく悶々としていた。とにもかくにも霊禁止。そこへいきなり敵が現れた。君珍しいもの持ってるね。墓場で一人か。ちょっと痛いな。どこを見ている。俺は貴様を殺しに来たのだぞ。こりゃ見逃すわけにはいかねえだ。おかげでようやく俺の暇な日常が終わるんだからよ。オーバーソウル鬼カブト、命もろともいただいてやる。俺がぶった切してやる。いつだけは俺がやる。シルバーシールド朝倉花は私の許嫁だもの。だいたい許嫁とかなんで勝手に決まってんだよ。あんたが知らなくても私はあんたのことを知ってる。フラワーボーイメイズ、素敵な新世界をプレゼントできると思うよ。欲にまみれ金が全てのこの世界がかい。完璧だ。こいつはフラヤービス、先代のシャーマンキングさん。シャーマンキングフラワーズ2024年1月9日放送開始。